ポジャネットスクール日本語クラスへようこそ。みなさんこんにちは。ようこそホジャネットスクールへ。大家好，欢迎来到沪江网校。我是大家的卡奥利先生，香香老师。这节课我们要来讲新编日语第十六课的练习部分。首先，让我们来回顾一下十六课我们都学习了哪些语法吧。最重要的一个语法就是受受动词的用法。受受动词共分三类，大家还记得吗？给有两种说法，如果是给第二三人称，应该用あげる这一组词，包括あげる、差し上げる和やる。还记得它们的区别吗？あげる是给平辈的人，差し上げる呢给长辈，やる是给晚辈或者动植物。给某人某物，句型是 A は B に C をあげる。动作的接收者用に来表示。那么如果动作接收者是第一人称呢，就要使用くれる或くださる。其中くださる是敬语，用于长辈或上级。注意くれる除了表示给我，还可以用于我方人士，比如我的家人等等。以上是给的两种说法，那么得到应该怎么说呢？もらう或いただく。いただく是もらう的自谦语，用于从长辈或者上级那里得到什么东西。从谁那里得到什么东西，句型是 A は B に或者 B から何をいただく。动作的发出者要用に或者から来表示，这就是受受动词的用法。接下来我们又学了表示比较对象的 to， 它的后面经常接续同じ、違う、似る等词，表示跟什么一样、相似或者不同。接下来我们又学习了でしょう的用法，它接在简体的中指形后面，读降调的时候表示推量，大概是怎么怎么吧。读声调的时候表示征求确认，要求对方给自己一个回答。接下来我们又学习了格助词 で 表示原因的用法。 で 接在体言的后面，表示某件事情发生的原因，比如病気で学校休みました，因病没来上课。这种原因多是客观的，所以后项不能接表示主观意志的句子。接下来我们又学习了格助词に表示移动目的的用法，它的前面要接续动词的ます形或者三变动词的词干部分，后面往往要接续表示移动的行く、来る、帰る等动词，表示为了做某件事而去某地，比如映画を見に行きます，去看电影。友達を迎えに行きます，去接朋友。接下来我们又学了并列助词か表示选择的用法，它接在体言或者用言的中指形后面，表示两者选一，比如私か弟が来ます，我或者弟弟会来。下一个语法ことがあります，搭配动词的简体过去式，表示有过某种经历，做过某件事情，比如日本へ行ったことがありますか，你去过日本吗？接下来我们又学习了数量词加も表示强调的用法，如果后面是肯定，则强调数量多、程度深，比如
30分も待ちました。我等了30分钟了。如果后项是否定，则强调数量少、程度低。比如，一度も日本へ行ったことがありません。我一次都没有去过日本。接下来，我们又学习了ましょう的用法。ましょう有两个含义，可以表示第一人称主动做某事，比如私が行きましょう，我去吧。还可以表示劝诱对方一起做某事，一緒に帰りましょう，一起回家吧。最后，我们又学了ませんか，表示征求对方的意见，比如一緒に行きませんか，一起回去吗？它比ましょう语气更加委婉。好，上节课的内容我们就复习到这里，下面就来一起看一下书后练习吧。先来看一下第二题，填入适当的词语。大家回去都完成作业了吧？我们现在就来对对答案。1番，啊，可愛いおもちゃですね。啊，多可爱的玩具啊。ええ、父、くれたのです。是的，这是父亲送给我的。动词使用了くれた，说明是父亲送给我的。那么，父亲很明显是动作的发出者，是句子的主语，所以后面应该使用主格助词が。父がくれたのです。前のはどうしましたか？之前的那个怎么了？あれは弟やりました。那个送给弟弟了。弟弟是动作的接收者，所以后面用に。2番、きれいなアルバムですね。買ったのですか？真漂亮的相册啊，是买的吗？いいえ、先生がのです。从上下文来看，应该是说这是老师送给我的。那么送给我应该用くれる或くださる这一组词，又因为对方是老师，所以应该使用敬语くださる。特别要注意，此处应该使用くださる的过去式，因为老师已经送给我了，所以正确答案是くださる。3番、王さん、お兄さんの誕生日に何をますか？小王、你哥哥的生日、你打算送什么？送礼物给哥哥、接受者是第三人称、所以应该使用あげる。何をあげますか？レコードをと思います。我想送一张唱片。送给他唱片，同样是用あげる，并且要使用あげる的一直行。あげようと思っています。4番、王さん、花に水をましたか？小王、你给花浇水了吗？如果动作的接受者是动植物，还记得应该用哪个词吗？やる。所以这里应该填やりました。あ、忘れました。あ、我忘了。5番、すみません。申し込み用紙はどこで？んですか？这句话应该是问申请表在哪里可以拿到？动词应该使用もらう，表示解释说明的んです，前面用动词的原形就可以了，所以这个空填もらう。田中先生、もらってください。请你去田中老师那里拿。那从田中老师那里拿到。动作的发出者后面应该用に。6番、これは去年の誕生日に先生から本です。这是去年生日的时候老师送我的书。先生后面用了カラ，说明这是动作的发出者，而句子的主语是我，
我从老师那里得到了书。所以动词应该使用もらう或いただく这一组。由于对老师应该用敬语，所以要使用いただく的过去式いただいた。7番贈り物をする習慣は日本同じです。赠送礼物的习惯和日本是一样的。和什么一样表示比较对象，应该用と。8番近くの映画館映画見行きました。说的是我去附近的电影院看了一场电影。去电影院后面应该使用表示移动方向的 A。 看电影，电影是宾语，所以后面用 O。 去看电影，移动的目的用に来表示。这句话的正确答案是近くの映画館へ映画を見に行きました。9番両親の影響、私は音楽が好きになりました。由于父母的影响，我开始喜欢上音乐了。父母的影响是我喜欢音乐的原因，所以要用表示原因的助词で。10番まだ一度行ったことがありませんから今日明日一度行きたいと思っています。前半句说的是我还一次都没有去过。一次都没有，这里面应该填表示强调的も。后半句今天或明天想去一次，表示两者选一，应该填か。11番品物の宣伝力入れています。这是我们书上的句子，致力于宣传商品。第一个空填に，第二个空填を。最后一题このセーターは自分で編んだの，后面还有三个空，想一想应该填什么呢？我们这节课学习了表示推量的でしょう。このセーターは自分で編んだのでしょう。这件毛衣是你自己织的吧？有同学说，为什么这里面有一个 no 呢？这个 no 是表示解释说明的 notice， 要求对方进行一个解释。当然，这里也可以填でしょう的简体形式だろう。好，第二题我们就说到这里，下面看一下第三题，仿照例句改写句子。看一下一番的例句。映画館へ行きます、映画を見ます。改为映画館へ映画を見に行きます。用に表示移动的目的。好，我们来看第一小题。デパートへ行きます、缶詰を買います。应该改为デパートへ缶詰を買いに行きます。注意に前面要用动词的ます形。这句话的意思是去商场买罐头。2番大学へ行きます、家庭教師を募集します。改为大学へ家庭教師を募集しに行きます，或者家庭教師の募集に行きます，去大学招聘家庭教师。3番海へ行きます、泳ぎます。改为海へ泳ぎに行きます，去大海游泳。4番先生の家へ行きます、留学のことを頼みます。改为先生の家へ留学のことを頼みに行きます、去老师家里拜托留学的事情。5番文化館へ行きます、
音楽を聴きます。ガレイ、文化館へ音楽を聴きに行きます。去文化館听音乐。好、下面看第二题。例は、私はフランスへ行きました。ガレイ、私はフランスへ行ったことがあります。我去过法国。用たことがあります。来解説句子。1番、私はパソコンを習いました。ガレイ、私はパソコンを習ったことがあります。我学过电脑。2番、張さんはアルバイトをしました。ガレイ、張さんはアルバイトをしたことがあります。小張打过工。3番、私は一度アンケート調査をしました。ガレイ、私は一度アンケート調査をしたことがあります。我曾经做过一次问卷调查。4番、私もそんなことを一度体験しました。ガレイ、私もそんなことを一度体験したことがあります。我也曾经体验过一次那样的事情。5番、誕生日に親戚からプレゼントをもらいました。ガレイ、誕生日に親戚からプレゼントをもらったことがあります。我曾经在过生日的时候从亲戚那里得到过礼物。好，接下来是第三题，看一下例子。クリスマスにお互いにプレゼントをします。ガレイ、クリスマスにお互いにプレゼントをするでしょう。过圣诞节的时候，应该会互赠礼物吧？用でしょう来改写句子。要注意でしょう的接续方式。好、1番、これはいいアイデアです。ガレイ、これはいいアイデアでしょう。名詞、直接下でしょう。这是个好主意吧。2番、答えに迷いました。动词的过去时、接续でしょう。要把它改为简体。答えに迷ったでしょう。何々に迷う，因什么什么事情而迷惑。这句话的意思就是不知道应该怎么回答。三番，あの大学に入るのは難しいです。括号里提示了多分，应该改写为あの大学に入るのは多分難しいでしょう。考上那所大学应该很难吧。当然，多分也可以放在最前面。4番，明日は雨が降ります。动词加でしょう，应该先变为简体。改为，明日は多分雨が降るでしょう。最后5番，日曜日ですから、あの店は休みです。括号里提示了。一定，所以应该改为日曜日ですから、あの店はきっと休みでしょう。因为是周日，那家店肯定不开门。好，再来看一下4番，一緒に行く，变为一緒に行きましょう，是用ましょう来改写句子，表示我来主动做什么事。或者一起做什么事。1番、もう時間です。ですから始める。改为、もう時間です。ですから始めましょう。已经到点了，所以我们开始吧。2番、
暑いですね。ドアを開ける。各位。暑いですね。ドアを開けましょう。真熱啊。打開門吧。3番。今日は疲れましたね。早く寝る。各位。今日は疲れましたね。早く寝ましょう。今天累了吧。早点睡吧。4番。もう書き終わりましたね。じゃあ出す。各位。もう書き終わりましたね。じゃあ出しましょう。已经写完了吧。那就交吧。5番。試験が難しいので、少し時間を延ばす。各位。試験が難しいので、少し時間を延ばしましょう。因为考试很难，所以稍微延长一点时间。好，接下来我们来看第四题，回答问题。还是老规矩，大家先不要看书，听老师读问题，翻译出它的意思，再进行回答。好，大家听好了，1番。あなたは誕生日やクリスマスに親戚か友達からプレゼントをもらったことがありますか？どんなものをもらいましたか？もう一度。あなたは誕生日やクリスマスに親戚か友達からプレゼントをもらったことがありますか？どんなものをもらいましたか？你在过生日或圣诞节的时候，从亲戚或朋友那里得到过礼物吗？得到过什么样的礼物？我们可以随便回答，比如我回答，是的，我收到过礼物，我收到过一条围巾。はい、もらったことがあります。マフラーをもらいました。或者我收到了美丽的花，きれいな花をもらいました。或者我收到了蛋糕，ケーキをもらいました。等等。じゃあ2番。あなたは人にプレゼントをしたことがありますか？どんなものをあげましたか？あなたは人にプレゼントをしたことがありますか？どんなものをあげましたか？你有没有给别人送过礼物呢？送的是什么样的东西？比如我们回答，是的，我送过。朋友过生日的时候，我送了他一件很漂亮的毛衣。はい、あります。友達の誕生日に、きれいなセーターをあげました。3番。あなたには、妹さんか弟さんがありますか？いつも何をあげますか？あなたには妹さんか弟さんがありますか？いつも何をあげますか？你有弟弟或妹妹吗？你平时都送他们什么礼物？这里面的あります表示拥有，所以也可以用在人的身上。那如果我们没有弟弟妹妹，直接说ありません。如果有的话呢，比如说我有妹妹，但是没有弟弟。私は妹がいますが、弟はいません。我经常送妹妹可爱的娃娃。私はいつも妹に可愛い人形をあげます。4番。今度のクリスマスに、あなたは友達に何をあげるつもりですか？今度のクリスマスに、あなたは友達に何をあげるつもりですか？今年的圣诞节，你打算送朋友什么呢？比如，我想送他一个相册。アルバムをあげるつもりです。最後一题。日本ではクリスマスに親しい人同士の間で何をしますか？
日本ではクリスマスに親しい人同士の間で何をしますか？日本过圣诞节的时候，关系亲密的人之间要做什么事情呢？当然是要互换礼物。プレゼントを交換します。好，最后一道题，中意日。我们来看第一小题。小王，有一张今天晚上的电影票，你去看吗？王さん、今晩の映画の切符が一枚あります。見に行きますか？注意，一张要使用量词一枚。嗯，想去呢。はい，或者え、行きたいんです。那就给你吧。じゃあ、あげますよ。或者、あげましょう。不过、这可以吗？でも、もらってもいいですか？或者、直接说、いいですか？本当にいいですか？都可以。可以呀。我也是从朋友那拿来的。いいですよ。私も友達からもらったのです。2番。圣诞过得很愉快吧？クリスマスは楽しかったでしょ？嗯，我收到了不少礼物。はい、いろいろなプレゼントをもらいました。你一定和我一样也收到不少吧？和谁谁谁一样，要用と同じ。あなたも私と同じで、いろいろなものをもらったでしょ。是的，卢老师给了我国语词典，朋友给了我好几张非常好的唱片。はい、ロ先生から国語の辞書をいただきました。友達からもとっても素晴らしいレコードを何枚ももらいました。也可以说成、ロ先生は私に国語の辞書をくださいました。友達もとても素晴らしいレコードを何枚もくれました。3番。我进大学时、父亲给了我1000元钱。私が大学に入った時、父が1000元をくれました。我从来没有拿到过这么多的钱、所以非常高兴。从来都没有。可以说成、一度もありません。私はそんなにたくさんのお金をもらったことが一度もありません。ですから、とても嬉しかったです。最後一句。学生之间有在圣诞节互送礼品的习惯吧。学生の間でクリスマスにお互いにプレゼントをする習慣がありますね。互赠礼品也可以说成プレゼントを交換する或者贈り物をする。有啊，受外国的影响，送礼一年比一年流行。はい、あります。外国の影響で年々盛んになります。受什么什么的影响，要用何々の影響で。为了扩大销售，所有的百货商店都在卖力的研究适合圣诞的礼物呢。扩大销售，売り上げを伸ばす。适合圣诞的礼物应该说成クリスマス向きのプレゼント。所以这句话应该翻译成売り上げを伸ばすためにどの店も或者どのデパートもクリスマス向きのプレゼントに力を入れます。好，最后一个练习，看图说话。你在圣诞节或生日收到了什么样的礼物？上节课老师让大家回去写了，写完的同学可以上传到讨论区，让老师帮你修改。这里我们就不多说了。好，本节课的练习到这里就全部做完了。这节课单词比较多，语法也比较难，希望大家
回去一定要做好复习，并且有时间的话，预习一下17课的内容。好，我们今天的课就上到这里。皆さん、お疲れ様でした。またね。皆さん、お疲れ様でした。またお会いしましょう。それが君でした。